ははい皆さんこんこにちは村長です最近ミュージシャンと YouTube ということをテーマにお話をすると案外たくさんの YouTube の視聴が伸びて皆さんがやはりその辺のところで関心を持っていただいているというのがとってもよくわかります。僕ももうじきチャンネル登録者4,000人というのに近づいています。 僕もとっても苦労して十数年間もかかって今の登録者数になりましたそこらの苦労話とかを含めて「ミュージシャンの YouTube 学校」というタイトルでシリーズ化していくようにやっていこうと思っています今日のテーマは「音楽作品は何で伸びないの?」ということで5つの項目を挙げましたそもそも音楽投稿というのは 多すぎるとということそしてプロメジャーアーティストも含めるライバルがとっても多いことですそして YouTube を片手間に考えているという方が多いですこの項目も特に今回重点的にお話をしたいところですそして皆さんはアーティストという部類に入ると思うんですけれども自己主張が優先していて 視聴者が求めてていいいるもののにかなっていないのではないかいかととうことです。そして音楽ジャンルというのはそもそも YouTube で伸ばすことは大変難しいということを認めなくてはいけません音楽やっているからにはそこからはみ出すわけにもいきませんがこの5つのポイントで今日はお話を進めたいと思います。 そもそも投稿数が多すす。ぎとということです音楽投稿が YouTube 全アップロードの中で一番多いと言われていますそしてアナリストのカルロスさんという方が YouTube の分析をしたところ YouTube にアップされている99%の動画はほとんど再生されることも視聴されることもなく終わってしまっている極端に言えば 1>, 1回2回というような少ない量すらまあ、自分が見る程度でですねほとんどの動画は見られていないその中でも音楽というのはどの部類にあたるということを指摘されていますその要因としましては音楽というもの自身が YouTube の中でもライバルがとっても厳しいということです 料理やペットゲームとかは趣味から発生したということで小学生ぐらいの時からそれを仕事に考えている人は最近は少しは出てきたというもののやはり趣味の領域という方が多いのではないでしょうかでも音楽というのは物心ついた時から特に女性の方はピアノを習ったりそういう方が多いです 一つの習い事として定着しています。その流れで高校卒業以降は音大に進んだり芸術大学出身の方もたくさんいまして音楽のプロという人そしてメジャーアーティストさえもが最近になったら YouTube が活躍の場になっています。いわゆるプロがライバルということなんです。 ですから、まず内容自身ももちろん精査していかないとなかなか勝てるようにはならないということと、プロにはそれをプロモーションするような会社が存在したりします。YouTube が成功するような仕組み自身を作っているわけです。それに比べてアマチュアのミュージシャンはそこが弱いということです。先ほどの続きでもありますが、 アマチュアミュージシャンというのは YouTube にはアップしてそしてできたら成果を出したいと言いながら片手間に考えている人が多いです。音楽を制作すること自身がまずは中心になっていまして DAW のソフトをアップデートしたりプラグインを購入したりこれが第一の優先課題です。お小遣いができたらそういうものに力を入れてしまいます。 ですから動画制作というのはあくまでもできた作品をなんとか YouTube にアップするいわゆる片手間ということになるわけですそれでは伸びることがないですよね趣味の YouTuber の方でもカメラを買い替えたり照明を買ってみたりとか YouTube を流行らすにはそういうことが大事だということが YouTube の指南動画 そそういううういいいももののからヒントトをを得ててスタートすす。るるとには、そういうものを研究してやることが多いですミュージシャンというのはある意味ちょっと器用でですねパソコンを使って動画編集とかいうのも簡単にできますからあまりお金をかけたくない効率ということは考えないで DTM で音楽を作る時も 多分、ほとんどの人は効率優先じゃないですよね。クオリティ優先と考える人が多いです。ですから、動画を急いで作ろうとか、1週間に何本あげるんだとか、そういうようなことは、全く頭の中にはない方も多いのではないでしょうか。しかし、動画というのは最終の発表の場です。普通の会社の商品であれば、 音楽制作というのは制度しかしていないような営業部門がなし営業部門というのは例えば YouTube であったりということです成果を出るように売り上げというようなことを考えずしてですねやってるようなものでしてそれではなかなか伸びませんいくら良いい商品ができたところでプロモーションというものがないわけですから 伸ばしたいなあということは考えているんですけれども、伸ばしたい実践をしているわけではないということです。なぜそういうふうになるのでしょうか先ほども言いましたように、ミュージシャンというのは自分の理想で、そして自分のやりたいことを自己主張としてやるというの自身がミュージシャン自身の活動でもあります。ですから、 自分が作りたい楽曲を発表しているんですけれどもそれは本当にお客さんが求めているものかということはあまり頭にはないわけです。いくら流行りの音楽が出てきたり今こういうのが流行ってるよと言っても自分はそういうものを作りたくないジャズが好きなんだロックが好きなんだということで今の流行りとかいうのを 研究することも少なくって我が道を行くという形になっている方もとても多いのではないかと思います。それに比べメジャーさんとかはプロモーションをするプロモーターやディレクターの人がファンの心理を十分つくように例えば映像の制作にしてもそうですしもっと言えば照明などにお金をかけたりとかそういうこともします。 もちろん服装などもものすごくスタイリストが研究に研究を重ねた状態で動画というのは作っているんですそれなのに素人というのはそれに近づけようとしてミュージックビデオ風プロモーションビデオ風のかっこいい動画を作ろうとしているんですねそれってどちらかと言ってしまえばなんちゃってミュージックビデオであってですねそもそも 自分自身が視聴者の方からそういうところを求めていない。例えば、スタイルがいいとか、男前だとか、そういうようなことを花から求めていませんよね。それは十分にそれらに特化したアイドルの人、そして有名なミュージシャンの人、そういう認知度があって、ファンの数も全く違うわけです。それなのに、 いくらい,い動画がかっこよくできたところでそんなものはユーザーの関心を引くと考える方が理にかなっていないのではないでしょうか視聴者はそういうことを望んで見ているのではないということですじゃあどういうことを望んでるんでしょうかその人たちは例えば自分が初心者であったりしたら同じように初心者の人が苦労するようなこと つまずくようなこと、そういうところを見たかったりするわけですね。やはり音楽のジャンルには作品というものだけではなくて、How to というような要素もいると思うんですね。いわゆる初心者に伝えるというようなことです。でも個人的には音楽は心の癒しだというふうに思いたいですよね。それが アーティストならでも制作者の思いはそうであっても料理や野菜の作り方いわゆる農業のやり方などですねこういうのは現実的に役に立つそういう価値があるということを認めるしかありませんいやー音楽はと意地を張っていては突破口を見いだせないということになるのではないでしょうか。 じゃあ、それならどうすればいいか。今、課題は5つ分かったわけですから、どうすればいいということを考えないとですね、今さら音楽をやめるわけにもいきません。大食い動画を上げるわけでもないですし、それをもしやったところで流行ることはありません。はじめ社長とか有名な YouTuber の方ってたくさんいますが、そういう方って 何をやっても、政治ネタをやろうが、大食いをやろうが、ゲームをやろうが、もう流行るわけですね。音楽家の我々は、音楽のハウツーと自分の完成作品ですね。そのバランス度合いが必要でして、音楽の作品だけでは、先ほどからいくつか述べたように、そんなに簡単ではないんです。ライバルも多いわけです。そういう何百万アクセス、 とか言っている人、もしくはお友達で数千ぐらいのアクセスがあるようなミュージシャンをお手本にしすぎてですね目標を大きく持ちすぎて YouTube やったらこんなになるんではないかというような期待はしないことですとっても難しいです本当にもしあなたが YouTube を伸ばしたいということであればある時期は投稿数も 毎日投稿ぐらい音楽は毎日作れない場合はストックしておいて一気に2週間続けて音楽を出す2日に1回音楽を出すというようなチャレンジしてみることもとても重要ですそしてちょっとここが言いたいことなんですけれども先ほども言ったようにサブというふうに考えがちですけれども動画編集というのは最終の出力ですよね それを見せて結果があるわけでして例えば音楽がものすごく良くっても興味を引かないサムネイルであったりコンテンツ内容であったら1回は見てくれたとしても何回も繰り返しファンになってもらうことはないですよね。でもみんな動画編集というのは DTM で制作することよりもサブと考えがちですけれども 機材や動画編集のソフト、そして画像のコンテンツなどを充実させるということは、音楽の制作で言えば、ミックスをして最終のマスターリング。これをすることと同じですよね。マスターリングをしていない音楽。それを YouTube に発表しているようなものになってないでしょうか。しっかりしたコンテンツを焦らないで、 計画的に作っていただくことが重要です。例えば僕も今日の動画をするためにパワーポイントの資料のようなものを作って話をしているわけです。もう僕の場合は慣れていますので、さほど考えたり企画をしなくてもペラ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 喋っていけるので、僕の場合はそんなに詳しい進行表などはありませんけれども、どうやって 今日の話題は詰めていこうかというような計画は立ててからお話をしています。そしてこの録画をしている時点でもうサムネイルは出来上がっています。サムネイルを先に作る。いわゆるそれは最終結論で自分が言いたいこと。音楽のタイトルにしても音楽が出来てから考えるんではなくってどういうタイトルにしようか。 どんな画像を使おうか、そういうことは計画的に進める方が絶対いいです。ほとんどの YouTuber で成功している人は必ず資料を作ると言われています。それは走り書きでもいいかもわかりません。それらの準備が整ったら一番最後の行に書いてありますように何を置いても継続することです。毎日投稿を たとえ2週間やったところでですねそれで疲れてしまったらもう終わりですそんな早く結果が出るわけでもないですその毎日投稿してみる2週間というのは自分のチャンネルを伸ばす下準備であってですねそれで必ず結果が出るわけではありませんそんなに簡単ではないということを念頭に置いてコツ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 継読するその結果 YouTube が伸びるだけで YouTube を伸ばそうと考えるのではなくて皆さんに聞いてもらえるそして役に立てるようなコンテンツを出していこうこういう姿勢でコツコツ繰り返しやっていることが最後は実になっていく僕の約十数年の YouTube 活動でも今言ったことが顕著に現れていてそしてようやくコロナ禍になってから YouTube が伸び出した とということですまあ、その代わり、とっても研究しました。皆さんがこの動画を見てくれてるように、この動画だけではなくって、YouTube のいろんな成功の方法など、たくさん YouTube には出ていますので、それらにも目を通してください。僕も伸ばそうと決めたときは、何百というような、そういう YouTube の指南チャンネルを活用させていただきました。 今日はミュージシャンの YouTube 学校というちょっと新しいタイトルをつけての第1回の発表としまして皆さんに情報を共有させていただくようにしてみましたありがとうございましたまたよければチャンネル登録などお願いします村長スタジオでした